メルボルンクリケットグラウンドにあるカスバートの像、エリザベス・ベティ・カスバートはオーストラリアの陸上競技選手。女性の短距離選手として、1956年メルボルンオリンピックの100メートル、200メートル制覇をはじめ、1964年東京オリンピックでの金メダルを含め、オリンピックでは4つの金メダルを獲得。 1950年代の女子短距離界をリードしたオーストラリアの中心的な選手の一人である。カスバートは高校生の時から短距離を始めた。父親は農園を所有しており、カスバートは子供の頃から畑の中を裸足で走るのが大好きであった。18歳の時、地元で行われたメルボルンオリンピックに出場する。 オリンピック直前の1956年9月に200メートルで23.2秒の世界新記録を樹立。この種目の優勝候補と目されるようになった。カスバートはまず100メートルで決勝に進出する。期待されていた同僚のシャーリー・ストリック・ランド・デラ・ハンティは予選で敗退していたのでカスバートに期待が集まった。その中で見事金メダルを獲得する。 ついで大本命と見られていた200メートルでも地元の期待に応え金メダルを獲得。さらに400メートルリレーでもアンカーを務め世界新記録で見事3冠を達成した。カスバートは1960年ローマオリンピックにも100メートルに出場するが予選で敗退し、その後競技から引退した。だがカスバートは1 9 6二年に競技に復帰する。 パースで行われたコモンウェルスゲームズに出場。この後彼女は400メートル走に集中していくこととなる。1964年東京オリンピックは女子400メートルが初めて採用された大会であった。レースはイギリスのアンパッカーが本命と見られていたが、カスバートは52.0秒のタイムでパッカーを下し、女子400メートルの初代オリンピックチャンピオンとなる。 そして、東京オリンピックの後、競技から引退した。カスバートは2000年シドニーオリンピックの最終成果ランナーの一人として、スタジアムに登場し、再び世界にその姿を現した。ありがとうございます。